マイケル・ポール・ビーズリー・ジュニアは、アメリカ合衆国出身のバスケットボール選手。出生地は、メリーランド州、フレデリック、出身大学は、カンザス州立大学。NBA のマイアミヒートなどに所属していた。メリーランド州、フレデリックで生まれたビーズリーは、ミズーリ州セントルイスで幼少期を過ごした後、メリーランド州、プリムス・ジョージ軍に転居した。 アマチュアアスレチックユニオンのチームでは後に NBA 入りするケビン・デュラントラと共にプレーし、複数の全国大会で優勝を果たしている。ーズリーは AU チームの DC アサルトでプレーする傍ら、高校を転々としている。高校1年生の頃に過ごしたメリーランド州のナショナル・クリスチャン・アカデミーでは同校を30戦全勝に導き、自身は30.0得点10.0リバウンド。を。 記録。2年生の頃に通ったリバーデール・バプティスト高校では33勝1敗、28.0得点13.0リバウンド4.0ブロックを記録。3年生にはバージニア州のバスケット名門校で当時、全米ランキング2位のオークヒル・アカデミーに転校し、40勝1敗、20.1得点10.4リバウンド4.5ブロックを記録。 さらに四年生の時に過ごしたマサチューセッツ州ノートルダム予備校では三十五勝三敗二十八点零得点十16.0リバウンド四点五ブロックを記録するなど毎年のように環境を変えながらも各校で華々しい実績を残した二千六年にはアメリカ男子 U-18 ナショナルチームのメンバーとして FIBA アメリカ大陸 u 十八チャンピオンシップに出場し 13.8得点8.3リバウンドを記録してチームの優勝に貢献した。カンザス州立大学に進学したビーズリーはそう待たずしてカレッジバスケ界で最も優れた選手の一人となった。彼が2007から08シーズンに記録した26.2得点12.4リバウンドは過去ビッグ12カンファレンスのどの選手よりも高い数字だった。一年生としては 通算866得点は NCWA 歴代3位、通算408リバウンドは歴代2位の記録である。ダブルダブル達成28回、40得点以上、達成3回、30得点以上達成13回、20得点、10リバウンド以上達成23回、30得点、10リバウンド達成13回は、すべてシーズン1位の記録である。 またダブルダブル達成28回は、カーメロ・アンソニーが2002から03シーズンに記録した22回を破って1年生新記録となった。さらに2008年2月23日のベイラー大学戦では44得点を記録し、ビッグ12の新記録を達成。3月4日には33得点10リバウンドを記録し、ミッチ・リッチモンドが持っていた。 同行シーズン2-3最多得点記録を更新し、さらに、ビッグ12のシーズンダブルダブル達成最多回数も更新した。ビーズリーはこのシーズンだけで、カンザス州立大の30のキャリア通算、シーズン1年生新記録を更新。同じくビッグ12の17のシーズン1試合での新記録を更新した。NCWA トーナメントでは2回戦まで勝ち進んだ。 大学では1シーズンだけプレーし、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。デリック・ローズと共にドラフト候補生の目玉の一人だったビーズリーは、マイアミヒートから全体2位指名を受けて NBA 入りを果たした。即戦力として評価の高かったビーズリーは、ルーキーシーズンの開幕戦から先発に抜擢。3試合目のシャーロット・ボブキャッツ戦では25得点を、 稼ぎ出すなど早くも才能を発揮し、その後もコンスタントに高得点を上げ続けたが、ディフェンスに関しては NBA レベルではなく、12月に入り体調不良を、患ったのを契機と先発を外され、以後シーズン終盤までベンチスタートが続いた。1年目のシーズンは13.9得点5.4、リバウンドの成績を残し、オールルーキーファーストチームに選出された。 ヒートは、エースのドウェインウェイドの活躍や、ビーズリーともう一人の新人、マリオチャルマーズの働きもあり、低迷を脱して、プレーオフに進出した。しかし、その後は後日の素行不良などもあり、2010年夏にミネソタティンバーウルブズに放出。2012から13シーズンは、フェニックス・サンズで、プレーするも、やはりシーズン終了後に解雇。 2013から14シーズンは、フルスのヒートに復帰するも、やはりシーズン終了後に解雇。2014から15シーズンは中国でプレーした後、サンドヒートでプレーした。2015年6月28日、ヒートは、ビーズリーの2015から16シーズンの契約を更新しないことを発表した。二千十六年三月四日、ヒューストンロケッツとの契約を発表し、 NBA に復帰した。9月にタイラー・エニスとのトレードでミルウォーキーバックスに移籍。2017年1月10日のサンアントニオ・スパーズ戦ではベンチ出場ながらチーム最多の28得点を記録し、バックスの2011から12シーズン以来のスパーズ戦勝利の原動力となった。2017年8月8日。 ニューヨークニックスとの契約に合意したことを報じられた。2019年オフにデトロイトピストンズと単年契約を結んだ。このオフにデリック・ローズも加入しており、2008年ドラフト1位、2位が共演することになった。2020年7月7日、ブルックリン・ネッツとフリーエージェントだったジャマール・クルフォードと共に契約した。学生時代から、 優秀な選手として注目されてきたビーズリーだが、一方で素行の悪さも有名で、高校時代に学校を転々としたのも、彼の問題行動に理由があった。ドラフト指名時も、彼の素行の悪さが問題視され、あるいは上位指名を見送られるのではないかとの意見も、あったが、無事ヒートから指名を受けた。しかしドラフト後の9月に行われた、新人研修で、 マリオ・チャルマーズとダレル・アーサーがマリハナを吸い、女性も連れ込んだことが問題となったが、この件にビーズリーも関与していたとして、5万ドルの罰金を科せられた。ビーズリーがどのように関与したか詳細は明らかにされていないが、チャーマーズに科せられた罰金は、ビーズリーの半分に当たる2万5千ドルである。またヒートのヘッドコーチ、エリックス・スポールストラによれば、 ルーキーシーズン中もビーズリーに対してチーム内でたびたび罰金を科されたという。自身のツイッターでは過去にマリファナを吸引していたことを告白しており、2009年8月にはヒューストンのリハビリセンターで治療を受けたことが報じられた。レギュラーシーズンプレイオフパワーと技術を兼ね備えた選手で NBA でもすぐに通用する肉体の持ち主。綺麗なシュートフォームの持ち主で、 スリーポイントシュートも打つことができ、ポストプレイも可能と実質どこからでも点が取れる。しかしパワーフォワードとしてはサイズが足りないため、スモールフォワードの技術を身につける必要がある。プレドラフトキャンプ時の身体データスプリントはコート3、4層。ベンチプレスは約8 4ラム。ありがとうございます。